それにしてもみかんちゃんも心配よね。それにしてもみかんちゃんも心配よね。それにしてもみかんちゃんも心配よね。그나저나みかんちゃんと좀걱정이되네요。엄마들끼리이런회화를하고있네요。みなさんこんにちは。원어민진센です。오늘은 JLPT N2 접속사소레니시테모를배울게요。이수업에서는소레니시테모의두가지의미와각각의예문을소개하고말하기연습까지할테니까끝까지따라와주세요。먼저의미부터살펴볼게요。의미는두가지가있어요。첫번째그렇다쳐도그렇다고는하지만이라는뜻입니다。앞문장소레니시테모뒷문장이렇게표현을하고앞문장그렇다쳐도뒷문장앞문장그렇다고는하지만뒷문장라는뜻을나타내요。앞문장인것은인정하지만그러나뒷문장이다。이뒷문장에는자기의견이나생각이들어가요。앞문장인것은알지만그러나뒷문장。두번째의미는화제의전환이에요。앞문장과뒷문장별로상관이없어도그나저나이렇게화제의전환을하고싶을때쓰기도합니다。먼저첫번째의미그렇다쳐도그렇다고는하지만의예문이에요。 A 와 B 의대화에요。今日もまた雪だね。오늘도또눈이군요。冬だね。겨울이네。それにしてもよく降るね。그렇다쳐도잘오네。겨울인것은알고인정하지만그러나눈이너무많이온다라는뉘앙스로말하고싶을때소레니시테모를씁니다。말하기연습할게요。따라해주세요。그렇다쳐도잘오네。それにしてもよく降るね。それにしてもよく降るね。それにしてもよく降るね。그렇다쳐도잘오네。それにしてもよく降るね。それにしてもよく降るね。それにしてもよく降るね。다음예문으로넘어갈게요。彼遅くない?그늦지않아?さっき遅刻するって電話あったよ。아까지각한다고전화왔어。それにしても遅すぎるよね。그렇다쳐도너무늦었지。네이것도지각한다하는전화가온것은알지만그래도너무늦다라는뉘앙스예요。따라해주세요。그렇다쳐도너무늦었지。それにしても遅すぎるよね。それにしても遅すぎるよね。それにしても遅すぎるよね。그렇다쳐도너무늦었지。それにしても遅すぎるよね。それにしても遅すぎるよね。それにしても遅すぎるよね。두번째의의미로넘어갈게요。화제의전환이에요。한국말로그나저나그런그렇고이런뜻을나타냅니다。예문을볼게요。お待たせ、ごめんね。많이기다렸지、미안해。私も今来たところ。나도지금왔어。それにしても、このお店混んでるね。그나저나、이가게붐비네。화제의전환을나타내는それにしても는、앞문장과뒷문장、상관이없어요。단순히화제를바꾸고싶을때、それにしても、를쓰기도합니다。비슷한표현에、ところで、라는표현도있어요。ところで、도、화제를바꾸고싶을때、원어민들이자주쓰는접속사예요。함께외우면좋을것같아요。따라해주세요。그나저나、이가게붐비네。それにしても、このお店混んでるね。それにしても、このお店混んでるね。それにしても、このお店混んでるね。그나저나、이가게붐비네。それにしても、このお店混んでるね。それにしても、このお店混んでるね。それにしても、このお店混んでるね。두번째예문。久しぶり、元気だった?오랜만이야、잘지냈어?うん、久しぶり。うん、오랜만이야。それにしても、今日は天気がいいね。그나저나、오늘은날씨가좋네요。이것도、오랜만이야하는인사를끝내고、
화제를 바꾸고 날씨 이야기를 하고 싶었어요. 이럴 때도 それにしても를 쓰기도 합니다. 따라해 주세요. 그나저나 오늘은 날씨가 좋네요. それにしても今日は天気がいいね。それにしても今日は天気がいいね。それにしても今日は天気がいいね。그나저나오늘은날씨가좋네요。それにしても今日は天気がいいね。それにしても今日は天気がいいね。それにしても今日は天気がいいね。전리를할게요。JLPT N2 표현それにしても를배웠어요。의미는두가지가있었고요。첫번째의미는그렇다저도그렇다고는하지만앞문장의내용은인정하거나알지만그러나뒷문장자기의의견생각을말하고싶을때쓰는접속사였어요。그리고두번째뜻은단순히화제의전환을하고싶을때쓰는접속사이기도했습니다。그리고그렇다저도의예문두개화제의전환예문두개를소개하고말하기연습도했습니다。それでは皆さん、次の授業で会いましょう。ありがとうございました。구독、좋아요는큰힘이됩니다。